入ってもいいですか先生。はい、どうぞ。出張ろします。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はファミハメです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介できますか。はい、できます。はい、自己紹介お願いします。はじめまして、私はファミハメです。21歳です。ランガマティから来ました。今ダッカのモハマッドに住んでいます。今サンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しています。私の趣味は料理をすることです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢はいくつですか。21歳です。21歳ですね。来年あなたは何歳になりますか。22歳です。22歳ですね。はい、わかり。今何をしていますか。今日本語を勉強しています。日本語勉強していますね。どこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しています。その学校はどこにありますか。ダカのモハマッドにあります。はい、わかりました。あなたは今どこに住んでいますか。今ダカのモハマッドに住んでいます。モハマッドに住んでいます。はい、わかりました。はい、あなたはいつ高校卒業しましたか。2023年高校卒業しましたね。はい、わかりました。あなたはいつから日本語をやっていますか。去年の3月から。3月からですね。3月から何ヶ月まで日本語を勉強しましたか。3月から6月まで勉強しました。勉強しましたね。はい、わかりました。じゃ全部で何時間ぐらい日本語を勉強しましたか。77時間ぐらい日本語を勉強しましたね。はい、わかりました。どのくらい日本語を勉強しましたか。半年ぐらい日本語を勉強しました。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが面白いです。面白い。どんなところが難しいですか。漢字が難しいです。漢字、はい、わかりました。いくつぐらい漢字ができますか。100ぐらい漢字ができます。できますね。あなたはどうして日本に行きたいですか。勉強しに行きたいです。あなたはどうして日本を選びましたか。日本は安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとても良いです。日本の学費は他の国より安いですから日本で勉強したいです。わかりました。日本に友達、親戚、知り合いがいますか。いや、あります。日本に行ったらどこに住みたいですか。学校の寮に住みたいです。住みたいですね。あなたのスペンサーは誰ですか。母です。母ですね。お母さんの仕事は何ですか。電気物商売をしています。何の商売していますか。電気物商売をしています。はい、電気の製品の商売をしていますね。どこで商売をしますか。ランガマティで商売をしています。あなたのお母さんの年収はいくらぐらい。300万タカです。はい、わかりました。昨日の晩何時に寝ましたか。12時に寝ましたね。今朝何時に起きましたか。7時に起きました。起きてから何をしましたか。シャワーを浴びてお祈りを教えて、日本語を勉強しています。日本語を勉強しましたね。はい、わかりました。第何課まで日本語を勉強しましたか。25課までね、勉強しました。はい、日本でどういうところは何ですか。文化とアニメと文化です。日本のいいところは何ですか。アニメと文化です。バングラデシュのいいところは何ですか。食べ物と文化です。日本料理食べたことがありますか。いや、あります。今日は何月何日ですか。今日は4月の7日です。7日です。明日は何月何日ですか。4月の8日です。8日です。昨日は何月何日でしたか。4月の6日です。6日でした。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか。ビザがもらったらすぐにでも日本に行きたいです。日本に行きたいですね。はい、わかりました。今一番欲しいものは何ですか。ビザが欲しいです。はい、何のビザが欲しいです。日本のビザが欲しいです。日本のビザが欲しいです。日本のビザ初めてですか。はい、初めてです。初めてですね。前日本のビザ申請したことがありますか。いや、ありません。いや、ありません。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか。ビザがもらったらすぐにでも日本に行きたいです。行きたいですね。はい、OK。面接が以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。